マリックスラインが運行していたフェリー。現在は DBS クルーズフェリーがイースタンドリームとして運行中。ニュークイーンコーラルの台船として林建造船で建造され、1993年10月7日に鹿児島アマミナハ航路に就航した共有建造制度を利用して建造された船舶整備工団との共有船である。2008年、 クイーンコーラルプラスの就航により引退した。DBS クルーズフェリーに売却され、イースタンドリームとなり、2009年6月29日から、非観路の3カ国を結ぶ航路に就航した。DBS クルーズフェリー船舶 DBS、クルーズファリーが2020年2月に廃止されると、韓国中堅船会社のドゥーン商船によって買い船、され、2020年9月17日から、 京都府のマイズル港韓国、歩行ロシアウラジオストクのフェリー航路に就航した。マリックスライン DBS クルーズフェリー、マイズル航路周一往復で運航。2020年9月17日から運航開始した。コロナウイルス感染拡大防止のため当面は貨物便のみの取り扱いとなる。トラック、乗用車などをロールオンドールオフ方式で車両甲板に搭載する。 車両甲板の天井高さの拡大、ピラーを減らすことで、コンテナシャーシの搭載能力を強化している。選手甲板はコンテナスペースとなっており、コンテナをデリックによる、リフトオン・リフトオフ方式で搭載することが可能であった。イースタンドリームとして就航するにあたり、デリックを撤去、選手のコンテナ搭載スペースに選出を増設している。2005年4月2日、 14時32分頃、与論島、与論港から沖の選ぶ島、和泊港へ向かっていた元船は、強風下の和泊港へ着岸を試みたが、圧流され後部の軽流策が取れなかった。そのため、着岸を断念して郊外に退避する際、右転するため交代したところ強風により圧流され、船尾部が、港湾入り口の珊瑚礁付近の浅所に乗り上げた。 事故発生当時、天候は雨で風力7の北東の風が吹いており、付近は波高1.5メートルで東南東寄りのうねりがあった。乗り上げ後、風が弱くなるのを待って着岸。その後、鹿児島港まで運航されたが、ダイバーによる潜水調査で、船底全般にペイント作家賞及びオーソン、推進機翼及び火事に極存を生じていることが判明した。 事故原因は十分な操船水域がない和止まり港で強風化に入港中、船体が大きく圧流された際に入港を中止することなく、接岸作業を継続した結果、港内で操船困難となり朝女に著しく接近したため、とされた。ありがとうございます。